じゃあ、続きいきます、まあ、ノウハウそんなにだったら、まあ、先ほどにも似てる質問なんですけど、 Q&A で社内で使って拡大すればいいじゃないかって話があって、それの回答はさっき言ったんですけど、まあ、要は5億を10倍、50億、20倍して100億っていう路線を私はちょっと難しいと思って、それであればでも拡大したいと思ったんですね、自分の事業を、まあ、それが大体15年ぐらい前の話になって遡るんですけど、でその時に、まあ、それであればノウハウを外部に出して、そのグループとしてなんかうちの会社がビジネスで提供できるものをやっていくのが一番効率よく喜ばれていいのかなっていう考えがありました。なのでノウハウを外部に出すっていう考え自体は割と創業して割とすぐぐらいからありましたっていうことです。ただまあそれを大々的にやってなかった、逆にやってなかった理由っていうのは、単純にやっぱどうしてもつい最近までは、まあ今も過労死でなんですけど、どうしてもその食い口っていうんですかね、そのなくしちゃうのができなかったのがあるのでっていうのがあります。で、あとは 今も明確に輸出支援事業っていうことでやってるつもりなので、我々はなので、先ほども言ったんですけど、輸出業者さんスタートしていただいて、まあ、当然軌道に乗っけてもらって、そこから先も長くお付き合いしたいと、で十分ビジネス関係の取引ができると思ってますので、そういう形で方向性がちょうどぴったりしているということで、今は割と積極的にやりたい人にこれを導入してもらっています。で、他のセミナーっていうのがですね、あんまりほとんどないんですけれども、あえて言うと、まあ、先ほどから何度も会社名上がっているトレッサーっていう会社が80万とか100万くらいで一応導入セミナーというかやってるっぽいんですけど、そこと比較という意味ですね。まあ、あとあえて言うと、あと横浜の、横浜っていうところも割と教材で25万とかで売ってるのがあるらしいんですけど、まあ、そこは一応輸出業者さんだったみたいなので、まあ、まあ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 でも、まあそこ、まあ、あんまり言うと悪口になるので言わないですけど、まあ、そういうところもあります。まあ、ここでは主にその某その販売サイト系のノウハウと比較してます。で、某販売サイト系と比較すると何が違うかっていうと、一番の違いはここのビジネスモデルなんですね。そのやっぱ販売サイト系サイトさんが提供しているノウハウって、やっぱり広告媒体が売ってるもんですから、基本は広告依存型なんですね。なんでかというと、彼らの本業は広告なんで、そこを利用してもらう前提でのビジネスモデル。で、うちの方で提供してるノウハウってもう独立事業型なんで、これ学んでもらったらもう、あいつ正月さんありがとうバイバイっていう、それで終わりなんですね。もう広告も必要なくなっちゃう。そういうビジネスモデルです。それが一番違いですね。で、あとは実務ノウハウとか、まあ、ここ自体細かくね、項目作ってるんですけど、こういうのを細かく掘り出してみると、中身が全然違うのかな。全部必要なんですよ、この。実務ノウハウも必要だし、お客様の探し方も当然必要だし、あとやっぱ車ビジネスの基本からってすごく大事だと思ってて、そこも必要だと思ってます。あと査定講習。まあ、これは5万円のオプションにしてはいるんですけど、一応講義の中で全て査定の基本ですね、値付けの基本とか査定の基本をやってます。で、実務のそのオプションでの査定講習は一応オプションで5万円でやってます。で、あとは英語研修、英語研修ですね。これも、まあ、私も実はこっちのやつをちょっとたまたま見させてもらう機会があってざっと見たんですけど、なんて言うんでしょうか、まあ、英語研修というか、英語のメールの文例みたいなのはなんか見たんですけど、これだけみたいな、そういう話だったんで、でこっちは実際に要は我々どういうふうに営業して、どういうふうにアプローチして、どういうふうに売り続けるかっていう話を、その場で何て言うんでしょう、レッスンし
してるんですね。レッスンしてるし、そこでまあ生徒たちも練習してもらってるんですけど、まあ、そういう実際に売上を上げるやり方を教えています。あとやっぱりリスク回避ですね。これも非常に大事ですね。で実績、まあ、今19年なんですけど、まあ、17年でセミナー実績も非常に多いですね。で成功してますと皆さんということです。でサポートですね。でサポート何してくれるのっていうところで、まあ、主に私が、まあ、直接担当ってわけじゃないですけど、やっぱりどうしても経営とか大事な話になってくるのが多いので、まあ、ベテランスタッフ私とかですね、その他内容問わずに相談に乗りますと。で逆に相談に乗らないのが2つあって、1つは、案件ですね。この車いくらで売れるんですかみたいなのはやりません。であと2番目が代行など作業が伴うものですね。これもやりませんということです。で1番のこの案件の話って何かっていうと、昔のそのフランチャイズみたいなのをやった時に結構こういうのまでやってたんですね。そうするとですね、どういうことになったかっていうと、ほとんど社員の一人がこれに忙殺されて、しかもこれ乗っちゃうと話だけで終わるケースがほとんどなんですよ、案件応対してた時なので。ちょっとでしかも今いろんな理由があって、そのスタッフ自身の負担も多くなって、うつ病になっちゃうみたいな、そういうの状態になって、まあそれは今普通の会員さんもお答えしています。でサポートに関して、まあ、電話で大体終わっちゃうんですけど、どうしても不安を感じる方がいるので、参加して1年以内は、毎週土曜日時間作ってるので、そこで面談っていう形もできましたということですね。で期間ですね、前は1年間サポートっていうことにしてたんですけれども、まあ遡って障害サポートっていう形に切り替えました。というのは、この DVD 提供し始めて3年か4年くらい経ったと思うんですけど、そうすると当初に買った人でやってる人がもう要はそれはもう1年、まあ、2年とかやってもう相談できないのみたいな話になると、いや別にいいですよっていうことなんですね。で、あ、それだったらっていうことで今障害者ごとっていう形に切り替えたんですけど、でこれなんでできるかっていうと、一つは一番ですね、まあ受講生の数でそんなに多くもないですっていうのが一つあります。で2番目ですね、あと、まあ、今言ったその1年でやっぱ終わらないし、始まっちゃうとみんな逆にずっと続くんで、その後に相談できないのもおかしいなというか、まあそれでお金をいただかないもあるんだけれども、それが3番ですね。まあ、本来であればお金頂戴したいとかもあるんですけど、この DVD 講座のノウハウパックとして学んでくれた人はこちら側もサポートしやすいですね。なので、まあ、大体電話とかで終わることが多いので、まあそれは別に費用うんぬんなしでサポートはしますということにしています。逆にですね、なんかサポートしづらいケースが、要はこういうノウハウを勉強してくれない人から相談されても、できるところはやるんですよ。できるところはまあ無料奉仕ボランティアでやるんですけど、全部中途半端なんですよね。でこの後半勉強してくれた人に関しては、これってあそこで説明してる分の話でっていうお互いの共通認識があるので、非常にサポートしやすいということですね。でお客さんの紹介っていう話があるんですけど、これがですねよく言われるんだけれども、まあ、基本はないです。基本はなくて、まあ、自分で開拓してる。開拓するのが基本ですよ。まあ、単純に、まあ、そんなにですね、実際に例えば稼働してるお客さんを紹介するって言っても、何百人もいるわけじゃないので、その何人かを紹介しちゃってもなくなっちゃいますし、まあ、当然、やっぱり報酬はそれなりにいただかないと合わないとかありますし、であとはやっぱ自分で開拓する方が、ベターですね。ベタです。これは実は顧客
客ごと、事業ごと M&A 的に買ったこともあるんだけど、うちの会社が逆に買うってこともやったことあるんだけど、あまり良くなかったですね。だからおすすめとしては、自分から営業から顧客開拓する方がまあ安いし、実際にリピート客になる確率も高いし、いいと思います。ただし今やってる輸出市場プラスっていうコースをやってて、そちらはまあ後でもうちょっと詳しい説明があるんですけど、サイトを使った共同サイトっていうところで、そちらに関しての引き合いは2500円からご紹介っていうのはやってます。で、実際のスタートですね、これはですね、今12ヶ月プログラムっていう形にして、DVD が1年かけてこう流れてくるっていう形になるので、大体多分4ヶ月か6ヶ月目ぐらいから実務的なセールスのところ入ってきますので、大体6ヶ月目ぐらいからかなと思ってますね。まあこれ人によりきりではありますけれども、まあ行動する人は本当にさっき の行徳さんとかもそうですし、別の方もそうなんですけど、行動する人はやっぱ結果出すのがやっぱ早いですよね。ということですね。で、サイトサービスについて、これも説明しておきますね。これ共同サイトって何ですかって話なんですけど、ワタっていう屋号を使って同じ名前のメンバーとして顧客情報をシェアしませんかっていうのが元々の考えですね。で、その前にですね、何回も言ってますけれども、矛盾する話になっちゃって申し訳ないんですけど、まずホームページなくてもビジネスできるっていうのは基本にあるんですね。これはちょっと抑えて、混乱してほしくないのであえて言うんですけど、うちのノウハウを使う使わない以前に、ホームページがなくても輸出業者としてビジネスをできます。固定のお客様を捕まえてそこに売るだけなんで、でそれは頭に入れておいてほしいですね。ただあえて今うちの方でサイトを展開してて、それのメンバー募集もしてるんですね。で、なんでしてるかって話をちょっと聞いてほしいんですけど、なんでしてるかっていうと、まあそうは言っても今ネットは無視できないっていうのがあります。なので海外サイトは窓口として用意するに越したことはない。ここまでいいですね。で、ただサイトを頼むのに例えば誰に頼めばいいかとか、あと在庫の問題ありますね。在庫どうしたらいいかとか、まあ空っぽの在庫で、まあ輸出屋ですみたいな、エクスポーターですみたいなサイトでもいいんですけど、まあ、在庫を掲載するんだったら在庫どうやって用意するの、そういう時にうちの方で協力できますよと。で、サイトがあった方が理由が3つあってですね、これですね、まず1つ目がですね、上りのエスカレーター理論って言って、これ先ほどの理論ありますよね。上りのエスカレーターで、今インターネット媒体って分かります？インターネット広告で上りのエスカレーターなんですね。ちょっと今グラフないですけど、すごく分かりやすく書くと、いろんなこう広告媒体がこうあるんですけど、これがインターネットなんですね。広告媒体の話です。で、当然テレビとか下がってるし、他は下がってますね。こういうテレビ、ラジオ、雑誌下がってます。で、インターネットだけこう伸びてる。だから広告媒体としてインターネットって要は成長期なので、これを無視はできない。インターネットってきついですね。さっきの話あったし、その通りだと思ってるんですけど、やっぱ無視できないので、まずこれは、抑えとかなきゃいけない。で、次にあと2番ですね、固定客のリピート販売すると、新規客いらないじゃないかっていうのは、究極はいらないですけど、ただそうは言ってもやっぱ微増したいじゃないですか。多分微増でもいいから新規取りたいんだけど、実際自分の業務やってると忙しくて、なかなかその新規開拓の活動ってやれなかったりとかやらなかったりするんですね。その際に、こういう共同サイトみたいなのがあって、
割と定期的に新規のお客さんを捕まえられるような仕組みがあれば、しかも低コストであれば便利かなっていうのがあります。で3番、まあ、これも2番と似てるんですけど、どうしても既存客相手に、例えば30代50代毎月いると、まあ、それはそれで非常にいいんですけれども、そうすると例えばニュージーランドだけやってるんだったら、その今実はモンゴルが伸びてますよとか、実はここがいいですよっていう情報が入ってこなくなっちゃうので、まあ、うちの会員さんに対して提供はしてるんだけど、もうちょっと濃いダイレクトな情報が欲しいんだったら、やっぱ海外にこうサイトっていう窓口を作ることでより入ってくるようになりますということですね。で、まあ、アクセル、まあ、弊社を使う理由ですね。まあ、何でもいいんですけれども、サイトっていうカテゴリーで言ったら、例えば1番、あのシステム屋さん使ってもらっていいですよ。システム屋さん使ってもらっていいんですけど、うちもあの結局10年ぐらいシステム開発っていう、まあ、言うと大げさですけど、やっぱ車販システムっていうと大げさですけど、車ってデータベースなんですね。例えばトヨタの中にカローラララララっていろいろあるんですけど、それとかあと距離の組み合わせとか色の組み合わせとか、それをシステム化して作る。でしかもあの2番ですね、販売市場に精通している、あのシステム屋さんに作らすとすごくこう使いづらいものを作るんですね。あの売買するのに、で我々もともと業販屋というか売買屋なんで、自分たちが使いいものをもう10年以上かけて作ってるんですけど、システム自体を。でそれをベースにしているので、あの1番2番に関してはあのなんていうんでしょう、ベースのその、サイトの作り自体が非常に使い勝手はいいと思います。で3番目はあとそうですね、3番目は教育在庫をその2008年からやってて、今2000台以上一応運営というか管理で見れるんですけど、それってやっぱ自分で自社在庫でやると結構大変じゃないですか。小さい規模ですと、大きい規模だと今、例えば渡部さんの、新潟の渡部さんでも300台ぐらい持ってるんで、あの、まあ、もっと大きい規模だと仙台規模で在庫持ってる会社もあります。ただまあそれはそれで、もう別の、なんていうの、別のストーリーというか、我々が目指すべきものではないと思ってますので、あのまあ、皆さん、まあいいんですよ、皆さんそっち行ってもいいんだけど、それって結構大変だと私は思ってて、将来、どこかで行き詰まるかなと思ってるんですけど、それと別のやり方でやろうとすると、自社で抱えられてもせいぜい5台から20台30台だと思うんですよね、普通現実的に。まあ大津さんとか巨大企業はまた違うかもしれないですけど、そうすると仮に自分でホームページ作ってアップしても、まあ言葉悪いですけどしょぼいじゃないですか、20代ぐらいの在庫だったら。その意味でうちは旧在庫を運営して、その情報をきっと出すので、あの、まあ、少なくとも見栄えは悪くない、その在庫として。でしかもその旧在庫の方はあのどんどん増やしていますので、ということですね。だからサイトの種類的にちょっと分かりにくいんですけど、独自サイト、左上の独自サイトっていうのが、要はまあ、自分でホームページ作りますと。自分のホームページビルダーでもいいし、その外注でも自社で作りますのが独自サイト。で、右上がポータルサイト。ポータルサイトっていうのは楽天みたいなことですね。で、車の海外でいうと、さっきから何回も出てるそのトレードカービーさんとか、アリババさんとか、ああいうとこ。でそれぞれ言い悪いがあります。で、独自サイトでやったら自分のホームページだから、お客さんは当然全部 100% 自分のとこ来ますよ。そういう意味でお客は独占って書きました。ただコストは全部かかりますね。全部自分で作って運営して、で在庫も用意しなきゃいけないし、でしかも集客も全部やらなきゃいけない。で、ポータルサイト、楽天とかですね、楽天とかに出すとします。でこれ出してなと思うので分かんないかもしれないですけど、本当に過当競争になります、サイト内で。なので非常にシビア。でただコストとしてはまあそんな高くもない。
で集客要因もあるので、まあ、ただ客層は正直良くないですね。客層は OK、うん、でそれのまあどっちかというと中間的な中、まあ、位置づけ、独自サイトにしたいんだけれども、独自サイトだけだとやっぱ弱い、いろんな意味で資金的な面とか在庫の面で弱いので、まあ、共同サイトっていうコンセプトにしています。でお客さんの情報をもう2500円で共有しましょう、3000円とかで共有しましょうっていう考えですね。だからそのメンバー間の中では競争というかある程度あるんだけれども、このポータルみたいに何百社何千社に同じ情報が行くのではないので、そういう意味では競争は少ないんですね。で集客のコンセプトがあって、そうですね、信頼系を主に打ち出してますね。信頼安心を求める客層で、一応参加してもらう方は一応顔写真を載っけてもらうようにしてて顔が見えるようなイメージにしてますね。であとは問い合わせするのに名前とメールアドレスとあと電話番号まで入れさせる形にしているので、問い合わせ冷やかし客は、非常に少なくなるように排除しています。まあ、その分件数は非常に少ないんですけどね、逆に。まあ、こういう公式販売サイトに参加できますということですね。でそもそも WATA って何ですかって話なんですけど、これは2003年ぐらいに一応組合というか、まあ、協会っていう位置づけで、設立したのがありまして、これ何かっていうと、まあ、理念ですね。理念と志からっていうことなんですけど、不良業者が非常にやっぱ多い業界ですから、メーター戻し当たり前、盗難車を売る人もいるみたいな世界なんですね。で、協同組合っていう、まあ、組合があって、まあ、うちも一応、まあ、参加してるので悪口はいないんですけど、あそこも要は、どこにでもある、なんて言うんでしょう、古い業界団体の一つであって、何もそそられないし、私はむしろあそこ潰したのかなっていうくらい、実は、まあ一応、あれですね、参加してるんで悪くちゃいけないですけど、まあっていうのはね、あそこにいる人たちも結局悪い人たち結構多いですよ。なので、であればもっとちゃんと志高く、うちはメーター戻ししませんと高らかに歌ってるんですけど、メーター戻ししませんとか、そういうインチキな取引やりませんというような組織を目指してというか、そういうメンバーでやっております。まあ、それ志だけですね。で志プラス実際それを広げていくことでビジネスチャンスを増やしていきましょうということですね。ちょっと時間があれですね。で参加するメリットとしては、まあ、有料業者として紹介しますということと、まあ、サポートは皆さんつくんですけれども、特にやっぱり同じメンバーでということで、どんどん取引を増やしてもらいたいので、サポートもより積極的になりました。ただ、さっき言った引き合いですね、引き合い紹介で、まあ、それ以外にメンバーへの参加者へのオプションのサポートとして、まあ、プライベートレッスン的なこともやりますよということですね。まあ、これはちょっと軽く流しておきます。これ何かっていうと、まあ、基本は自分でやってもらいたいんだけど、自分のお客さんなかなかもし見つけられないみたいな人がいた場合にプッシュする意味でこういうコースも作りましたっていうだけですね。あまりこれを使ってくれ欲しいとは思わないんですけれども、まあ、きっかけとして使ってもらってもいいな。ただ誰でも彼でもちょっとやりたくないので、こういう共同サイトのメンバーとしてだったら、プッシュしがいもあるということですね。で引き合い情報に関しては、2500円ですね。あとはまあ事務局案件といって、うちの会社アクセルでもともと保有しているというか、15年くらいかけて顧客リストというデータベースがあるんですけど、そちらに関しては値段がまちまちなんですけど、そういうのもまあ多少紹介はします。今案件が少ないもんですから、そういうのもやってます。
で、まあ、スケジュール的には今まだ10社ぐらいしかいないので、これから20社ぐらいまで、この間は広告展開しないですから、主には事務局の見込み客を中心に案件として紹介しています。で、20社を超えてから広告を定期的にやる、まあ、こういう感じですね。大体でもコアメンバーとしてはおそらく50社ぐらいかなと思ってますね。ただまあそのボリューム感出す意味では300社ぐらいまでは考えてますけれども、その前にステップ4のところでやっぱ100社を超えてからはちょっとステージを変えますね。っていうのは結局メンバーとして参加してもらって、なんでしょう、そのメンバー利益の享受ってあると思うんですけど、あんまり増えちゃうと減るじゃないですか。なので、まあ、そういうのも見越して100社まではまあ基本的に同じだけれども、そこからはなんて言うんでしょう、その組織でいうとこの支部長的な感じの仕組みにしていこうかなと思ってます、うん、まあそういうイメージですね。で、条件としてはこれですね。ビジネス講座で、まあ、DVD の講座の契約をいただくっていうことと、あとはその案件って言ってますけど、要は顧客情報ですね。そこに対してサイトに対してこの車欲しいよというお客様がこう来るんですね。それが、さっき言った名前とメールアドレスと電話番号、あとお客さんによっては会社名とか、あの 国はもちろん分かるんですよ。国はもちろん分かるんですけど、プラスアルファの情報としては会社名とか住所とか入れる人は全部入れます。ただ最低限で名前とメールアドレスと電話番号、その3つの情報を、もし例えば、ケニアからこういう問い合わせ来ました、欲しいですか欲しくないですか、欲しいったら2000円かけてください、あ、ごめんなさい、最初は3000円くださいっていうことにしています。で、その後は2500円。で、これは別に1人だけじゃなくて、欲しい人、まあ、大体8名から10名ぐらい、1案件8名から10名ぐらい想定してるんですけど、共有してくださいと。で、なんでかっていうと、これ案件って結構コストかかるんですね、案件取得するのに。で、もし1社独占で、まあ、これご自分でやられたら分かると思うんですけど、1社独占希望されると2、3万円もらわないと合わないんですね。で、2、3万円払っていただければ別にいいんですけれども、払う側として2、3万円払って確実に売れて、でしかもリピートすれば同じですけど、売れない、それが5件買って10万円払ったけど売れないって言われても困っちゃうの でそれがまあ2500円くらい、まあ、薄めに割る分にはいいのかな。その中で例えば5台に1台売れて、10台に1台とか、あ、ごめんなさい、 5案件に1台売れるとか、10案件にしたい、売れてかつリピートするとかだったら十分にペイすると私は思ってて、まあ、自分が要はオペレーション提供する側でもあるんですけど、自分もプレイヤーとして考えた場合でもそういう価格帯だったら十分納得できるかなと思っての提供です。まあだから会費と合わせて2万7000円の会費と合わせて、まあ、月に大体5、6万前後の予算でお客さん情報が、2500円だから、10件でしょ、10人毎月コンスタント5、6万円予算で、10人の新規のお客さんの情報が入ってきたら、まあ、まあいいのかな。それがまあ100人欲しいとか、でも100人来てもね、多分大変ですよ。私さっきの話じゃないですけど、月に100人来ます、でも売上ゼロ台ですになっちゃうと思いますので、まあその先割とニッチで少ないなりにちゃんとしたお客さん情報を、まあ、新規で手に入れるというのがいいと思います。で、あとはまあ同じサイト名で同じグループとして のメンバーっていうことなんで、一応まあルール的なものはあります。ただまあ販売は自由なんで、これ2500円払ってもらったとしても、要は売ってもらっても別に手数料取らないですから、で2台売っても100台売っても取らないので、まあ、2500円の情報でもし100台とかリピートすれば当たりですよね、それは、うちはその分で手数料もらわないですから、情報として買ってもらう。
で、費用はまあ先ほど言ったように50万と6万9000で2年目から2万7000です。こういう話ですね。で、あ、ごめんなさい、案件代は別です。2500円。まあ安いと思います。で、これは、まあこれはあの、今言った輸出市場プラスっていうサービスに全部含まれてるんですけど、もともとの発端がこの業者さん向けの輸出市場っていうサービスで、これだけじゃあざっと軽く駆け足でいきます。もともとはあの輸出しない人向けですね。自分で輸出しないだけれども売り上げ上げたいという人向けですね。英語喋りたくないとか外人とやり取りしたくないとか、で、まあ最後、まあ直接輸出のメニューも増えました。で、まあ、これは流通の話になるんですけど、これは安田さん大丈夫ですかね。これ本にこれ大事なんで結構書いたんですけど、はい、まあ、ここで言うあのよく対象者がここなんですね。業者さんはオークション出してます、業者オークション出してますよねと。で、結局輸出業者が買って輸出してますよね。これは非常に多いですよね、今。非常に多いです。どうでしょう、体感的に半分以上じゃないですかね。おそらく、オークションで売れてる車の半分以上も輸出だと思います。で、これをどうせオークション、車運んで、陸送もかかるし、それだったら、まあ、あったっていうのは業者さんですね。業者さんが、オークションに出さずに情報として輸出市場というサイトに載っけましょう。これでもし海外のバイヤー直接、もしくは今だと輸出業者にあの卸ししてるんですけど、輸出業者さんに買ってもらうだけでも十分、売り値とか買い値が全く同じだとしてもやっぱ3万とか5万とかそのやっぱ無駄の部分があるので、物流とオークションに対する手数料とか、あのでプラス例えば1万2万のできたらすごく大きな差が出てきますよ、うん。まあ、いろんな会員の声があって、まあ、ビデオもあるのでちょっと後で見てもらいますけど、まあ、ちょっと飛ばしますね。冒頭で、お話したんですけど、うちはどちらかというとあのソフトに力を入れているので、勉強会だとか海外情報とかですね。で、これが非常に評判がいいですね。あとは交流会みたいなやつですね。集客法の話とか、勉強会ですね。で、もしあなたがですね、直接輸出を考えているんであれば、さっきの輸出市場プラスっていうコースがいいと思います。で、それに含まれるのが1番、まあ、1番、2番、3番はみんなどんな会員にも含まれるんですけれども、あ、ごめんなさい、1番はその輸出市場プラスですね。普通の輸出市場っていうコースにはノウハウは含まれないので、2番と3番だけです。で、輸出業者さんは逆に仕入れで使ってもらいます、さっきの。在庫、左側にあった在庫を輸出業者さんとしては仕入れることができるので、わかりますわかります、うん、もし自分のあれですね、共有在庫持ってるものを自分でお客さん探しされたんですよ。自分で海外のお客さん探して、例えばジョンさんが何年のカローラ欲しいって言うでしょ。で、それを探すんですけど、オークションでも買えます。で、それの輸出市場でも買えます。そういうことです。あとは、まあ、増客っていう意味ではその共同サイトを使ってください。コストはかかるけれども非常に低コストで、まあ、割は悪くないと思います。これ本当に別に嘘じゃなくて、ご自分でやれるのは分かるんですけど、すんごい大変だし、すごいお金かかります。あの自分でサイト作って、自分であの PPC とか売ったりとか SEO やったりとか、まあ、いろいろやるんですよ。こっちはこっちです。一応そっちのプロのプレイもいっぱいいるのでやるんですけれども、すごい大変です。で、会員様成功事例、まあまあこれはいろんな人がいるので
まあ、例えばちっちゃい SS 店さんで車販から始めてっても彼はもう加盟店の時代からのあれなんでちょっと話は違うんですけど、車販で今もう輸出もちょこっとやってるみたいな、もう下手な車屋さんで車を乗ってますね。でこの人も輸出はやってない人ですけど、ある特殊な車を専門にですねやって非常にいい出しています。まあこの人、まあ、この人も2008年多分オープンした時に入って当時多分10代ぐらいのだったのが今300台ぐらいなんですけど、まあ別にもちろん彼の努力でなっただけなんですけど、一応ビフォーアフターで言うとこうなってますね。まああとこの方とかはちょっと異例なんですけど、この人も関節輸出ではあるんですけど、まあ、要は国内の買取をやってるんですけど異業種から入ってる珍しいケースですね。主に法人さんから買い取ったりとかいうのをやってるみたいですね。で今までオークションで売ってたんだけれども輸出市場っていうのを逆に売る方として使っていただくっていう形でやってます。この人非常にあのインタビュー CD もありますね。あの3億円ぐらい借金から復活した、3億の借金から復活した男を CD いたんですけど、あのそういうところもあります。でまあ、募集要項は、まあ、大層のあれじゃないですけど約束事を守っていただける方ということです。 で会員限定サービスで、まあ、基本はサイト使いますよとか、メールを情報メールで送りますよとか、まあ、隔月で、勉強会やってますとかなんですけど、プラスアルファで勉強会取れない人とかが多いので定期的に例えばこれ経営者インタビュー CD って あるんですけど、こういうのを送ってます。2ヶ月に1回ペースですね。でこれをもともと会員サービスで始めたんですけど評判が良かったものですから、今こう教材も広げてますね。教材とかもつい最近送ったのは LINE アットでしてます。 LINE アットってもし店舗ビジネスされてるんであれば絶対やった方がいいと思うんですけど、まあ、どんな商売でもやった方がいいと思うんですけど、無料でできる LINE を使った商業サービスあるんですよ。あれの効率のいい稼ぎ方というか、それのセミナーを専門家用でやったんですけど、それ、1万5000円で販売してですね、欲しかったら買ってもらっていいんですけど、それを会員さんには無料で売ってるんですね。まあそういうことやってます。でまあ、あと、まあ、動画配信はね、例えばミャンマーの情報とかって動画を見せた方が早かったりするので、これはたまにですね、月に 2回とか3回とか、情報の時間は短いですけど、まあ、3分とか10分とかなんですけど、結構、これはこれで早いので、面白いと思います。で、価格ですね、まあ、価格も先、確か言ったんですけど、まあ、ここで。まあ、これ例えば例なんですけど、海外サイトって結構作ると高い。うちの場合はまあシステムから絡んでるんで、もう1000万単位使ってるんですけど、普通にしょぼいの作っても100万以上多分かかります。在庫の登録とか入れると。でまあメンテナンスで3万とか5万ですかね。であとそれだけで事足りずに、結局在庫って登録しなきゃいけないので、それを自分で登録すると結構大変なんですよ。それって多分ある程度やってるところだと分かるんですけど、パートさんスタッフとか使って結構やっぱそれでも5万近くかかりますから、人件費としてかかります。であと単純に在庫を抱えるっていうの自体がまあ結構大変ですよね。5台10台でも大変だし、保管料とかその管理コストですね、結構かかります。あとはまあその業者さんにその輸出代行ってコンセプトで考えた場合に、まあそういう業者自体がまずないですよ。あとまあ仮に貿易コンサルとして見てもらった場合でも、
あまりいないと。でしかもあまり的外れなことを言う。まあ、ジェドロさんとかね、そのうまく利用してもらえないんだけれども、あそこはやっぱり車の専門家ではないので、やっぱりちょっと僕らからすると、あれっていうようなことを言う場合も結構ありますよね。そうですね、あとは教材系ですね。この教材系に関してはどうですか、あのペスナーとかお尻さんとか、そういうマーケティングだと、そういうのって行かれます？セミナーだとか、特に行かないですか？どこ行きますか？あ、そうですか、はい、それ行く人であれば、私も結構、まあ、どちらかというと行く方なんですよ。で、どうでしょう、それこそ何百万というか、もっと多分使ってると思うんですけど、なので結構目が肥えてる方だと思うんですけど、安田さんもどうですか？結構、まあ、その本当のね、部分に関しては結構、あ、そうです、はい、そういう方であれば、多分、うん、で実際うち売ってるんですね。1万円とか高いやつだと9万9000円のやつとか売ってるんですけど、実際お金出して買ってもらって、まあそんな売れないですよ、そんな売れないんだけど、そういう割と中身がしっかりしたものなので、内容としてはしっかりしてると思います。でそれをあの会員さんに関しては、まあ、定期的に選んで送ってるっていうことなので、非常にいいかなとは思います。もしで逆にそう言ってない人だと、そういうお金を出してセミナー行ったりとかしない人だと別にあんま価値を感じしられないと思うんですけど、多分お金出してセミナー行く人だと、あ、これが入るんだったらいいかなって思ってもらえるかなと思いますね。で、あと、まあ、海外の最新情報に関しても、まあ、例えば去年特にミャンマーにずっぽり行ってて10回くらい行ってるんですけど、まあ、それもまあ自分の仕事で行ってるからいいんですけど、まあ、お金かかるじゃないですか、やっぱ飛行機代とかも。この会話だからこれももし皆さんが自分でやったら結構大変ですよというか、っていうことが言いたいだけなんですね。で結構大変ですよと、まあコストもかかるし、よく手間時間がやっぱかかる、まあ、こういうのをこういう会員という仕組みに乗っかれば、安い方でも1万8000円で、高い方のその2年以降だと月2万7000円だから、まあまあ悪くないのかなと思ってます。まあ、こんな感じですね。すみません、ちょっと長くなっちゃって。で、まあ、いろんな形でサポートとかをしております。まあ、これが、まあ、特典はあの資料に送ったんですけど、いろいろ入会してもらったらありますよっていうことですね。一応今日もお渡ししておきますけど、申し込むんであればセミナー参加者の方は、プラスちょっと特典があると思うので、見てください。でさっきも言ったんですけど、まあもうぜひねお二人は入ってはいただきたいと思います。やっぱり何かお付き合いしたいっていうのがすごく前提にあるので、まあ、それを考えていただける方ですね。はい、ということです。まあ、費用的にはこういう形ですね。50万円、まあ、右のその輸出薬コースで初期に50万円の、月6万9千円が、12ヶ月、それ以降は2万7千円です。で私自身が今23年ぐらいになると思うんですけど、業界に入って、で私のアクセルの会社で20年目になるんですかね、なります。でもともと車好きじゃなくて、なんでこんな続いたのかな、まあ、実はその4、5年目ぐらいにいろんな異業種で失敗をしているのがあって、まあ、それは別の、その入会してもらった人のインタビュー CD で、土岡のインタビュー CD っていうのがあって、そこでこんなにいっぱい失敗しましたっていろいろ話してるんですけど、まあその異業種に目を向けて失敗した事例が結構あったんですけど、そこからまた、いや待てよと、
よくよく考えたら中カロリー数って面白いし、あの利益も他の、まあ、例えば飲食やってないですけど、飲食に目を向けたこともあって、飲食ってどう少なく見ても何百万投資して、その割に利益が何いくらか分かんないですけど、そんな多くないかなとか、いろいろ考えた場合に、まあ、今はまた違った目で、どんなビジネスも他人の芝生は青く見えるじゃないけど、必ずいいとこと悪いとこがあるから、どんなビジネスも別にいい悪いはないと思ってるんですよ。思ってるんだけど、まあ、それを思いながらも、まあ、自分が見てきたり、自分少なくとも私にとっての見方としては、まあ、中古車輸出ビジネスって決して悪くないなというのは感じたんですね。それが15年ぐらい前にこうやっていろいろちょっとやって失敗して、でそれだったらこの道を極めようと思ったんですね。この道を極めるためにいろいろできることをやってきました。でもちろんいろいろ失敗も多いですし、いまだにあの試行錯誤しているところはあるはあるんですけれども、もう別に胸を張ってですね、皆さん騙すわけじゃなくて本当にいいと思っているので進めてますし、どんどんやってほしいなと思ってます。でそれの理由っていうか、まあ経験上で言うとやっぱ楽しいって儲かるっていうのがあって、なんでかっていうと海外のお客様との交流なんですよね。やっぱり突き詰めると、まあ、国内のこういうお客様との交流もすごく楽しいんですけど、まあ、人間同士の関係ですかね、それが非常にあるので、あの絶対ビジネスやっていくとそれが広がってしかも続くんですね。なのであのお二人もぜひ、やってほしいなと思ってます。じゃあこのセミナーとしてはここで、あのちょっと長くなっちゃったんですけど終わりたいと思います。ありがとうございます。であの質疑応答じゃないですけど、もしお時間があれば見るだけで分かるんですか？ DVD ですか？はい、そうですね。で、一応その宿題っていうのがあって、はい、大きく、まあ、DVD は38巻が6ブロックに分かれてて、その1ブロック終わるたびに宿題を出してもらう形になります、はい、まあそれはまあ復習の意味なんで、あの逆に DVD は真剣に見てもらわないと多分宿題答えられないんですよ、ね、あ見るだけで分かるかっていう意味で言うと分かると思いますけど、それぐらい噛み砕いてはいるので、分からなければまあ本当に電話とかメールで質問してもらえばいいですし、まずは見てもらえ、そういえば2年ぐらい前に買っていただいた方がいて、はい、まだ見てないって人がいたので、何なんですかっていうか、見なきゃダメですよ。見なきゃ結構お金まとめて出してもらったのに、うん、ダメですよね見てないのはとか言って、あの去年の忘年会の話したんですけど、そういう人がいました。あとはもう月のこのランニングで一応フォローしていただけるんですかね。そうですね。はい、一応契約的に、1年間は何しろ何かしらの形でお付き合いくださいっていうのにしてて、1年後はもう例えば辞めたければ辞めてもらっていい。ただ1年間は何でかっていうと、まあ、強制入会みたいにしてるんですけど、何でかっていうとやっぱりフォローアップの輸出とかも結構状況変わるので。会員さんには結構アップデートした情報を送ってるんですけど、それの関係で、まあ、1年間は最低、まあ本当はずっと付き合ってほしいんですけど、最低でも1年間は付き合ってくださいということにしています。でそれで、まあ、仮にだから1年後終わって、まあ仮にですね、やめたしかないけど、やめたとしても別に輸出のサポートって意味では別に障害サポートはつけてるので、別に質問とかある分にはお答えはします。サポートはします。これがウガンダですね。ガソリンスタンドもあります。この際ガソリンスタンドで進出しますああ
んか。これはちょっと写真が古いんですけどね、もう7、8年ぐらい前になるかな。スリランカは最近またいいですね。ただスリランカやるんだと資金がないとちょっと厳しいですね。2,000〜3,000万っていうのは LC で45日は寝るんですよ。で単価がやっぱり150万ぐらいするので、20代やるにしてもいくら3,000万。ただ逆にある分にはいいと思いますけどね。個人的に結構好きです。仏教国です。こういう系が多いですね、ニュージー。これ、スイフトでしたね、スイフト。これ小型車。お風光名物、観光が多いですね。これは現地のマオリっていうんですか、原住民で。これはニュージーランドのターナーズオークションというオークションですね。これは現地のホールセーラーって言って、ホールセーラーですね、業者販売屋ですけど、今はあんまりないです。中抜きで業者販売業者は少ない。でこれが、いわゆる氷屋さんなんですけど、こういう氷屋さんに直接売るって感じですね、今。ニュージーランドとか。でこれの業態とかって国によって違うんですよね、その段階によって。ブローカーに、例えば私が参入とか、私がサラリーマンで入った時は、もう完全にホールセーラーばっかりでした。1週間で70台買います。講座の人にオプションで5万円で芸者査定でやってます。この先生が山中先生って言ってベテランの先生です。非常に分かりやすい。初心者なんですけども、やはりその基本の知識を教えていただかなければ絶対に多分わからないなと。で今回講習に参加させていただいて、そのポイント を教えてもらうことによって、もうそのどういう自己歴があるとか、全く素人では絶対にわからないポイントがわかるようになりました。最終的にそこが大きい成果です。本日ありがとうございます。ありがとうございます。
輸出をやりませんかとか、あそういうふうなのが来たんで、面白そうな人やなと思って、インターネットでまずアクセルさんのことを調べるとこから始めたということですね。資料請求をしたら、小冊子を送っていただいて、それが一つのきっかけになったと思います。これ一番これという決め手になったのは、まあ、土岡社長の、まあ、お人柄というのが、まあ、一番良かったかな、まあ、それは一番大切やなと。インターネットの売買であれなんであれ、最後は人が購入のきっかけを決めるんじゃないかと、そういうつもりで参加させてもらいました。ありがとうございます。在庫を載せさせていただいて、まあ、3時間か4時間経ったら売れてしまいましたんで、それはまあ、うちのユーザーさんがから、まあ、配車をしてくれと頼まれて、まあ、もう社長、それはもううちと社長との間先に無料でやらせていただきますこう言ってやらせていただいたんですけども、結局売れた金額は前でした。それは別ですねそこそやりますそこまでまあ視野が大きく持てるというか、田舎で商売させていただいてるんですけれども、一つ一つのその、まあ、手法っていうのが、まあ、非常にためになるんで、まあ、自分の勉強でもなったらいいかなと思って、セミナーできるだけうまくさせてもらう、まあ、今回はまだ2回目なんですけれども、来るたびによかった、よかったなとは思ってますけど、その産業広告というか、まあ、あれはためになりましたね。ああいう方法もあるんだと。廃車中古車下取り車を引き上げてきて、レンタカーに回すか、あるいは輸出市場に出すか、まあ、自分のところでリースを組ますか、もう解体業者に、まあ、そのまま出すかと、かなと。だから今はどんな車でも引き上げていってこそ初めて次の展開があるんではないかなと思って。この人はまあ輸出、当時はどちらかというと業者さん系だったので、集客だとかそういう感じなんですけど、すごいインパクトがあって、あ、そうですか、面白いシステムだなって。そういうシステムを探してたんですよ。仕入れ元になるんですか。そうですそうです、そうです、はい、そういうシステムを探してて。そうですか。そういうのがあったらいいなっていうふうに思ってたんで、そう思ってたところにファックスが届いて。ああ、じゃあタイミングがあったんですね。はい、で、ファックスが送られてきた当日に電話したんですよ。電話っていうか、電話あったかな、申し込みしたんですよね。はい、あ、そうです。そこからがスタートですね。ありがとうございます。いや、観光店に関しては全く面倒くさくないというか、スムーズだと思うんで、いいと思います。まあ、全然スムーズだと思います。はい、車自体は、車自体も全然コンディションもいいと思いますはい、え、ないです、ないです、全然ないです。はい、全くないです。はい、まあ、勉強になった、全体的にやっぱり勉強になりましたねっていうのは、自分がやってるビジネスを見直すことができたっていうか、いろんな意味で、まあ、周りの人たちの話を聞いて改めて見直すことができたっていうことと、あとはエーデンをやってましたし、実は、はい、実はいいアイデアが浮かんだんで、あとはやっぱり交流が面白いですね。そうですね、はい、そういうのもすごいいいですね。もともとはやっぱり在庫を仕入れるところを増やしていきたいな。いや、そんないなかったですね。いなかった。まあ、2、30代ぐらいですけど、月。ああ、結構安定して。まあ、探していけば、平たく言っちゃえばお手頃感がある車っていうのがやっぱりあるので、そういうものをちゃんと見つけられれば、まあ、ラリーもちゃんとつきますし、はい、まあ、そういう意味で非常にメリットがあったかなと。そうですね。思ってます。もちろん在庫としてもいいっていうのはあると思うんですけど、それとともに、まあ、こういうセミナーとかですね、あとはそのいろんなこう業者の方とお会いできるっていうのが、それでこう情報交換したり、まあ、刺激を受けてやれるっていうのが、まあ、一番メリットがあるかなというふうに思う。こういうこうつながり、なんていうか、自分だけで仕事をしているとやっぱりこう見えない部分とか、マンネリ化してくる部分っていうのは絶対あると思うんで、そうですね。やっぱりそういう中でやっぱこう
こう外に出てあのいろんな話を聞いてあのいろんな人に会ってやってくるっていうことは、うんまあ、それが本当に実践できる場なので、まあ、ありがたいなっていうのは非常に思ってます。あ、はい、海外のマーケットに非常に興味があったというのはただ魅力があったっていうことですね、はい、あの国内の市場ももちろんあるんですけれども海外っていうのはマーケットが無限大例えば海外でまたリサイクルされてあの少しでも金額がつけばいいなっていう、うん、そういう思いもあって、はい、でそういう中で輸出市場に加盟したっていうのは例えばオークションで車を販売する場合売る場合っていうのはもうあくまでも入札なのですごく事務的じゃないですか、はいはい、でもあの輸出市場の場合っていうのは、まあ、例えば自分が車を掲載しますでそうするとあの事務局の方から連絡があってここはどうなってますか、そこはどうなってますか、うん、っていう声が聞けるっていう、はい、がもうちょっと低くできないのかって調整をしてくれるっていうあたりで、うん、あ海外の人はそのぐらいの金額でそういうニーズがあるんだなっていうのはつかめるっていうのは、うん、やっぱり相手の顔が見える、うんね、実際に見えるわけじゃないですけど、うん、相手がどこを求めてるのかっていうのはすごいわかるんで、うん、そういうのはすごく商売してる感があります、うん、あのオークションで売る場合っていうのはなかなかこう価格が決められない、うん、自分がいくらでその車が売れるのかっていうのが大まかでは分かるんですけど、例えば希望金額に行かず流れてしまったりとかすると、うん、この利益が減ってしまう。でも、輸出者の場合っていうのは、画像に登録しておいて、うん、でもう本当に商談をしてくれて、勝手に売れていく。でそういう中で、利益計算しやすいっていうのがあります。そうですね、まあ楽ですけど、商売をしている、まあ、車の売買に携わっている人間としては、うん、やっぱり相手の顔が見える商売がしたいっていう。まあ、思いがあるので、まあ、どんなに楽に売れても、うんうん、やっぱそこはやしっかりやっていきたいなと そ, それがあることによってやっぱリピート自分のところの写真見てくれて、うん、あ この会社が出してる車だったら安心だっていうふうに相手に思ってもらえる、うん、面白いですね。仕向け地情報とか読ませてもらってるんですけど、どこに今どういう車があるっていうのをそうです、ねはい、出してくれるじゃないですか。あ どこにどういう車が売れるとかどういう規制があるとかっていうのは、うん、お客さんと商談するときにすごく使えるんですよね。じゃあ輸出やってますで輸出の中でこういうのがあるからあなたの車ちょっと他にも高く買えるんですっていうことが言えるだけでも説得力があるっていうか、うんお客さんあなるほどねとありますよね、はい、金額の根拠っていうんですかね、うん、金額の根拠をお客様に話ができるっていうのは大きいな、うん、それはすごくメルマガで役に立ってるなっていうのがあるんですよ、ね、やったかっていうのそうですね、かつては役所に勤めてました、ずっと昔からの車屋さんじゃないんですけど、海外に行った時に日本車いっぱい走ってましたし、これはビジネスになるんじゃないかなってあそうです、ずっと思ってました。ただきっかけがなくて踏み込む時はなかった、売れ筋の車を揃えるっていうことと、そうですね、それから価格をですね、そうですね、まあ、簡単に、うん、その営業努力しなくても売れるっていうことが大きいですね。よろしくお願いします。はい、あります。まあ、車屋さんもあるのが仕事なんですけども、やっぱりだんだん車屋さんってやっぱり今元気ないんですね。どこもまあ、輸出っていう選択もあるんだって最初はそんな感じだったんですけどね、今までその売れなかった人たちにもお役に立てるっていうか、そうですね、そういったところでも喜ばれる車屋さんになっていけるっていう、そういうところを目指していきたいと思います。全く今まで日本だともう捨ててしまってるような車でもまだ需要があるしっていう意味では時代に合ってるお仕事ですし、市場としても日本の中でやってるよりも僕なんか全然想像つかないぐらい大きな市場ですし、こうみんながこんな気分になってるところでこう未来が見えるっていうのは非常に希望のある、素晴らしい。いや、入った方がいいっすよ。お客さんの数が増えれば、はいはい、出品する僕らも、うんうん、その要は魅力あるところはサイトだっていうふうにみんなが理解してくれて買いますというふうになってくれば出品台数も増えてくるし、うん、逆に出品台数が増えれば、うん、あそこはオークションよりも魅力的な市場だと、パルゴとして持っておいて損はないなと、うん、その理由っていうのがやっぱり仕入れるが自分が仕入れる側だった時に、オークションだと見れないような内装外装細かい傷だとか、あとはオーディオの有無だとか、そのトランクルームが回ってるのかとか、そういうのまで輸出さんの場合は10枚の写真で見れる、これすごい大きいメリットだと思うんですよね。もし自分が仕入れる側だったらやっぱお客さんに細かく説明するのにもそれすごく使えると思うんで、でしかもお店に車を置いておきながら販売チャンスが向こうから入ってくるっていうのはこれもすごい大きいメリットだと。
ので、はい、ぜひやっていただきたいなっていうふうに思いますよね。そうすることによって、まあ、あの田中石油店、あ、中華市田中石油店なんですけど、田中石油店の利益もどんどん上がっていくと。そうですね。まあ、ダスクも全部売れていけば、これに越したことはないですし、そうすることによって販売するためのコストっていうのも抑えられるんで、1台あたりの粗利は上がりますし、ね、期待してます。はい、ありがとうございます。はい、いやー、すごいいいですね。バルメオ、確かにあの知り合いのトラックの業者さん、トラック自体業者さん出ますか。いや、はいはい、吉田さんも飲んでないって話じゃないか。いや、僕飲むとあのネクタイがないとちょっと、あ、ちょっと減ってるわけです。はい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 、ね、締めたいと思います。はい、一本締めて。はい、はい、よー、はい、ごめんなさい。さん、割とその業者さん系でいうと地方の人とかがまあむしろ多いですかね。大体あの申し込みもできたので、ああ、そうですね、あの、ぜひ申し込んでください。では、いや、本当にあの別に腰売りじゃないですけど、あの2人すごく、あのいい方というか、多分いいお仕事をされると思うので、ね、そういう方ぜひ入っていただきたいと思ってます。ありがとうございました。はい、ぜひぜひ、面白いです、本当に。で、私たちは一匹狼的にやってないので、はいはい、こういう。いや、本来でもそうなんですよ。我々の業界も一匹狼型が多いです。で、特にその、やっぱり僕らの世界というか、特に我流で全てをこうやってる、はい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 、ところが多いので。共有するメンバーもいないし、そうですね。いや、本来は結構そうですよ。ただまあ最近インターネット社会になって割と最近始めた子たちはオープンな人が多いのかなって気もしますけど、個人的にああ、世界一緒じゃん。面白そう。面白いですね。わかりました、はい、ありがとうございます。